歩いてます。あのね、今日ね、朝、実は、デミキャット一回ね、収録したの。でも、あんまりにもね、ちょっと、泣き言すぎちゃって、これはちょっとね、とっても、人様に、私、さすがの私でも人様にちょっとお聞かせさせるのは、もうね、聞いた人の運気が下がっちゃうってぐらい、ちょっと、泣き言しすぎて、もう、お蔵入りってことで。で、その後にね、いつも通り、そう、ワケありダイエットウォークの、収録をしてたんだけど、そう、収録しながら、ふっと気づいたのね。まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど、なんで今まで気づかなかったのだろうっていうぐらいの話で、何かっていうと、私さ、歩いてさ、朝、40分かけて、お仕事来るわけよ。そう。で、よく考えれば、帰りも歩いて、40分かけて帰るわけよ。それだったらさ、行きは喋って、帰りも喋ればいいじゃんって思ったのよ。そう。確かにね、YouTube にあげるのにさ、やっぱね、手間は手間なんだけど、思ったほど手間じゃない。そう。思ったほど時間取られてなくて、行きも帰りも取ったら、いいやんって思っちゃったのよ。まあ、それで実験的に今喋ってるんだけど、今日からね、スマホの上にちょこっとつけるマイクを採用してる。そう。うん。ピンにピッて刺すやつなんだけど、どうだろうね。ちょっと今日、いつもより風が強いっていうか、いつもさ、帰りにやらなかったのは、どっちかっていうと、帰りの方が、朝よりね、朝4時5時よりも、帰りの方がちょっと風が強くて、うん。ちょっとどうかなって思ってたのよ。そう。でもさ、このマイクで、まあまあ良好ならそれもいいかなと思って、今、収録してます。そう。で、訳あり、ウォークの方は、どっちかというとね、なんだろうね、朝早いからかな。なんかね、男性ホルモンが強いらしくて、なんか男性的な内容になりがちじゃん。そう。で、逆に、当時の仕事終わった帰りって、なんかエストロゲンがね、ドバッと出るのか、なんかね、ちょっと塩らしい話ができるんだよ。そう。うん。それで、もしかしたら、行きと帰りで、また全然違う私の顔が見れるんじゃないかなと思って、そう、まあ、収録してみてます。まあ、よかったらね、まあまあ、私がさ、自分の作業として、日常のルーティンとしてやりやすいと思えば、朝5時から、YouTube5 時からアップするやつなんているんだろうかね、朝5時に、ワケありダイエットウォークの収録、昨日収録分を、翌日のね、朝5時に配信して、で、その翌日の、ヤミキャスト、今帰りの時間収録してるやつを、12時から、翌日のお昼の12時から発信すると。そんな感じにしたいなと思って、まあ、とりあえず、まあ、どんなもんだろうと。で、喋りながら今歩いてます。で、今日の、ダイエットウォークの中で、LGBTQ の Q のクイアって何ですかっていうような話をちょっとしたのね。そう。で、まあ、前半はね、その日のテーマってか、今日のテーマね、なんだか忘れちゃってて、あれ、なんだったっけって忘れちゃってて、もう結局、ポッドキャスト、これからどうしていきたいんだよっていう話をしてるの。今日それでさ、朝深夜からドーンと落ち込んでたから。うん、それで、ようやく途中から思い出して、ああ、そういえばさ、仕事中に、いただいたね、髪飾りをつけて仕事したら、とてもね、一緒に働いてるおっちゃんなんだけど、あまり仲良くないおっちゃんなんだけど、なんかふって鼻で笑われたっていう話から、
そう、いつまでも私は LGBTQ の、クイアの誠ですって言ってなきゃいけないのかななんていう話をしたんだよね。そう、まあ、もちろん自分で言わなければ言わないでいいんだけど、あのね、あるのよ。私は最近さ、YouTube でも、人の動画見てもコメントしなくなっちゃったの。前はね、よく知ったんだけど。そう。でね、悪気があって書いてるわけじゃないけど、私もさ、ついて言葉が気づけて、まあ、そのチャンネルにとって、まあ、プラスになればと思ってさ、こうじゃないですかみたいな話をするときもあるわけよ。そう。最近こうじゃないですかって、そう。こういう方法もありますよ、みたいな話をするとさ、まあすると、まあそれにね、勝手に乗っかってきたね。そう、チャンネルのね、チャンネルのオーナーがさ、いや、そういうコメントをやめてくださいって言ってくるんだったら、あ、本当すいませんでしたで済む話なんだけど、勝手に乗っかってきた奴らがね、いちいちさ、私のさ、素性を全部調べて、そう、この親父はどうのこうのとか書いたりするわけよ。そういうのが何回かあって、いやもうほんと、そう、まだね、言いづらいけど T から始まるさ、ミニ動画のね、サイトとか、そう、また T で始まる、ミニブログのサービスとかのコメントを書く人たちに比べれば、まだよっぽどマシだけど、そう、よっぽどマシだけど、でも YouTube のさ、柄が悪い人とか、ほんとさ、ろくでもないやついっぱいいてさ、そう、まあそういうコメント、そういうのに、いちいちね、コメント対応したくないから、もうコメントは、そう、人のチャンネルでさ、コメントしたのに関して、周りからさ、ああやだこだやるの、ほんと嫌で、もうね、チャンネル、いろんなチャンネル見ても、YouTube のチャンネル見てもコメントするのやめちゃったの。もう嫌で。そう。まあそんなのもあってさ、私も自分のチャンネルでもコメントされたくないって、まあ正直思っちゃってるんだけど、そう。まあね。もうあからさまに、もう嫌がらせのような、そう、バッシングっていうか、そういうね、コメント、ほんとね、やだ、ほんとやだ。うん。そう。まあ、そんなこともあって、なんだっけ、コメントするのは嫌です、コメントを入れませんって言ってるんだけど、そう。あれなんでそんな YouTube のコメントの話になったんだ橋まで歩いてきたら忘れちゃった。橋までね、私はね、東側の、西側のさ、職場から東側の、家までさ、橋を渡って、帰るんだけど、その橋まで来ると、風がね、西から東に吹いてるから、あんまり風の影響がなくなるというか、私の体がさ、風を遮ってるから、逆に今、車の音の方がうるさいからね。じゃあまあ、今日は、どんな話をしようかな。あ、そう。だからさ、もうそのおじさんにさ、ふん、ふんって鼻で割れたのが、ものすごいさ、気に触って、そう、ふんって言い返しちゃってるんですね。そう、それから、いつまでとってもさ、LGBTQ の Q の誠ですって言い続けなきゃいけないんだろうっていう話から、LGBTQ って何の、Q って何だろうとか、そう、そういう性認識の話から、そう、身体的な性の話から、恋愛から、セックスから、そう、そういうなんだっけ、性一つでもいろんな見方あるでしょっていう話をして、クイアって、そのいろんな性がお茶混ぜになってて、それぞれいろんな、性の形がある人を、今後知る人がクイアって言うんだよって話でさ、私は、性認識は女の子だけども、すごく男寄りだよって、いう話。で、身体は、まあ、体があんまり良くないから、男の子のままだけど、16時間断食して、そう、細胞の 17% まで体脂肪率を落としたら、たまたま取っちゃって、たまたま取ってしばらく経ってから、永久脱毛したいと思うんだって、そういう話をしたの。うん。で、次に、そう、セックスに関しては、私ね、正直ね、女の子のセックスっていうのは、もうやりたくない、嫌い。
もうね、心が満足しない。そう。ただね、課題できてないから、撮影したね、満足感はあるけど、撮影した満足感はあるけど、なんかやって心の満足感は全然なくて、もうね、女の子とそういう関係になるのは、ちょっともう嫌だ。言っても女の子とそういう関係だともう随分昔の話だった。もう、かれこれ片手ぐらいの年月が経ってるから、背後から。そう。まあ、これからも多分ないと思うな。それで、ラブに関しては、私は、自分から、好きだよ、愛してるよっていうことは全然なくて、私のことを好きになってくれた人を私はさ、勝手に好きになるから。そう、いつもラブ待ちみたいな。だからって、もうね、臆病というか、めんどくさいっちゃめんどくさいんだよね。私は、好きな人とずっと一緒にいたいとか、そこまでいたいとか、っていうのはなくて、できれば、1ヶ月に1回とか、と、できれば1ヶ月に1回とか、半年に1回ぐらい、濃厚なデートができれば、もう十分みたいな。それ以外は、まあ、できれば、LINE とか、細かい連絡もしないでっていうぐらい、なんか、サバサバしてる感じがする。なんかね、自分の時間がしっかりしてれば、あれば、相手がね、私が好きでいけるのは、あなたの好きでどう思う？そう、私がそのこと好きになってくれたんだったら、私はあなたのこと好きになるわっていう感じ。そうなの。だから、まあそんなさ、私のせいってそんな話、そんな感じなんだよっていう、私ってクリアだけど、クリア、私のクリアってそういう感じだよっていう話を、今日の、そう、僕、ワケありウォークの中で話したの。で、じゃあ帰りのさ、エミキャスの中では何を話をしようかなって思った時に、そう、まあ、髪飾りっていうかね、と、私はさ、やっぱり高校卒業する、私の自分の中の性の認識は、やっぱ小学校の低学年ぐらいには、もうはっきりしてた。はっきりした。うん。幼稚園の頃から、なんか、ちょっと、あれって思ってて、なんかなって思ってて、で、もう、小学校低学年ぐらいには、モデルになるね、あ、私はこういう方がしたいんだって思うような、なんだっけ、漫画があったの？漫画がね。それの影響で、こういう生き方、私は自分の、男の子の体の性は間違ってるんだっていう認識があった。うん。そう、小学校ね、低学年ぐらい。それは何かというと、そう、ストップひばりくんっていう、漫画だったの。あとね、私が影響を受けたのは、ベルサイユのバラのオスカルとか、あとはね、リボンの騎士なんかも、私はすごく影響を受けたな。だから、ちっちゃい頃から、私は自分の身体的な性で、行きたくないって思って、もうちっちゃい頃から、私は女の子になるんだと思ってた。うん。でも、それをさ、実際に実行できたわけじゃなくて、人に言えるわけでもなくて、実際に行動に行くようになったのは、やっぱり高校卒業してくらいからかな。そう。だから、溜め込んでた自分の思いを、ちょっとずつ、ほとんど出せるようになったって感じ。そう。でもね、それだけにもっと早くから、前面に出してる子たち見ると、ほんとさ、羨ましいなと思うんだよ。そう。その中で、ほんとにさ、普段から女の子たちと一緒に生活し、まあ、学校、共学の学校だったからね、今日、だからまあ周りの女の子いっぱいいるんだけど、女の子たちもさ、やっぱ輪に入れないんだよ。そう。私さ、自分のさ、兄弟に、ってか家族に女の子、お母さんしかいなかったらさ、近所の女の子とかもなんかね、なんかちょっとね、距離があったのよ。そう。なんか、そう、それでさ、やっぱ女の子のコミュニティの中に入れないからさ、ほんと全然なくて、そう。だから、女の子がやっておしゃれを真似してたりとかね、してた。それがさ、またこっそりやってるからさ、逆に周りから見るとキモいわけ。それで、あいつはどうだこうだっていうのを噂されたこともあったもん。ね、
だからね、髪の毛が伸ばし始めても、なんだろう、髪の毛を上手に束ねたりとか、綺麗に向けられたりとか、そういうのがね、ほんとできなくて、そう、まあ、お給料でね、チャレンジしようって感じもならなかったね。うん。で、メイクはね、私がさ、通ってた美容室の、お姉さんに教えてもらった、最初はね。そう。その後はさ、美容系のお仕事してるさ、女の子と付き合ってた頃があって、まあ、その女の子から、いろいろ教えてもらったりして、そう。あとはね、独学。まあ、本とかね、雑誌とかで、メイクの勉強するの大好きだったのよ。そう。うん。だからいろんなさ、メイクの本とか、ファッションの本とか、いっぱい持ってた。うん。いっぱい持ってたんだけど、時間に全部置いてきちゃった。そう。で、まあね、そうやって来たから、まあね、髪飾り一つもらって、それを、付け方教えてもらって付けただけで、私はめちゃくちゃ嬉しくてさ、もう嬉しくて、もうね、みんなに見てって言いたい気持ちだったんだけど、まあね、お掃除もしてもらってさ、というわけでいかずに、まあ自分一人で楽しんでた、そこに鼻でフンって笑われたから、まあ、もうどっくりと腹立ってさ、ジーチーって、お前マスク外したらもうどんだけ透けて見えるから、お前写真撮ってやりたいわとか思いながら。うん、でもね、最初ね、出会った時はね、いい人だったんだけどね、だんだん嫌な人に落ちたというか、まあそれは彼が悪いわけじゃなくて、私も悪くてさ、そう、私がもう、ほんと、彼との関係を嫌ったからなんだけどね。もしかしたら本当はいい人かもしれないけど、まあ、ね、私にはちょっと無理って感じ。そう。うん。無理っていうか、仕事以外では付き合いたくない。まあ仕事だからしょうがなく付き合ってるみたいな感じ。でもね、朝ね、挨拶しても挨拶返してくれないんで、おはようございますって言っても無視。お疲れ様でしたって言っても無視。そんなさ、こんなの1ヶ月も2ヶ月も繰り返されたら、私も無視するわね。だからもう、職場での会話は彼とは、まあ、一切ない。残念ながらね。まあ、そんな彼に鼻でヒントを与えただけに、なんかカチンと来ちゃったんだよ。そう。まあ、そんなもんあってね、髪の毛もさ、まあ、ショートメイク見てる人がさ、いつもボサボサや、みたいな、いう人いるよ、いると思うんだ。そう。うん。まあ、そう。いつもボサボサ。だいたいね、後ろでゴムで束ねて、終了。みたいな感じなんだけど、そう。感じなんだけど、そっから、まあ、もうちょっとね、もうちょっといろんなアイテムあるじゃないですか。そうそう。私もなんかできるようになりたいなと思ってるんだけど、そう。先々の話。さあ、日本舞踊が習いたいのよ。そう、日本舞踊。うん。日本舞踊がなんで習いたいかっていうと、憧れもあるよね。憧れも。そう。綺麗じゃん。とっても。そう。日本舞踊もなりたいんだけど、習いたいさ、先生がいて、習いたい先生はさ、そう、まあ、もちろん何箇所も、日本舞踊を教えてるさ、ところがあるんだけど、その人が教えてるのは、週に上野なんだよね、東京の。だから、そう、週1回でも上野通えるようになりたいなって思ってるんだよ。そう、元はね、そう。まあ、そうした時に、日本髪も自分で言えるようになりたいし、こちらじゃなくてね、日本髪も自分で言えるようになりたいし、そう。で、海外に行った時に、ちょっと披露できるぐらいにはなりたいの。そう。着物も自分で着てできてさ、そう、着物で普段生活することもできるぐらいの、もうね、ほんと、典型的な日本の女性になりたいわけよ、私は。それを、そのことを思ってて、なんかさ、もっと綺麗な、私、ほんとさ、ちょっとさ、湿気があるところだと、ちょっとだけでも、髪の毛大変なことになるからさ、ね、束ねて、ほんとに綺麗な髪の毛作って、着物も着せて、で、
ることができたりとか、ちょっとした、茶道ができた、茶道をちょっと学んだりとか、したいけど、一番は日本舞踊を習いたいわけ。そう。だから、やっぱ痩せたいと思うし、そう。自分の体支えられるぐらいにね、痩せたいと思うしさ。そういう夢だもんね。あとね、もう一つ私はね、ぜひ実現したいなっていう夢がさ、なんだっけ、コスメじゃない、美容系のね、専門学校に入りたい。そう、うん、美容系の専門学校。さ、なんだろう、美容ってさ、ファッションと同じぐらい美容すごい好きなんだけど、だからってさ、そこに咲くそこにいろんなものさ、お金もそうだけど、時間も、かけないわけよ。かけないわけ、今はね。そう、今はもうダイエット中心だから。そう。だってダイエットもさ、まあ、ぶっちゃけさ、まともな食を、ダイエットのために食事を研究しながらやっていこうと思ったらお金かかるよ。それなりに。そう。コスメもさ、ねえ、ファッションも、そう、美容もさ、やっぱお金かかるじゃん。で、私はさ、美容、ダイエットもそうでしょ？ダイエットも私はさ、日本ダイエット健康協会の、インストラクター目指してるけど、やっぱね、美容もね、しっかり勉強しながらやりたいわけ。で、まあ、知識を得ながら、しっかり美容を楽しみたいのね。そう。今ね、スキンケアはもうさ、このブランドだっていうのを決めてて、私はすっごいさ、満足してる。うん。もうね、このスキンケア用品は、ほんとスキンケアの中では、私が使ってるもののスキンケアの中では、ほんともうダントツ。そう、いいな、これはすごいな。もうね、一週間ぐらい使い続けると、周りの人が、なんか肌調子良くなったねっていうぐらい、もうどんどん変わってくる自分を感じれるぐらい最強のスキンケア使ってるから、まあそれはいいんだけど、そう、美容ってさ、脱毛も含めていろんな分野があるじゃん。そこを自分の中で納得できるところまで突き詰めていきたいなっていうのが美容系の学校に入りたい理由なんだよね。そう、もちろんさ、年齢も年齢だから、だからその後エステシャンになりたいとか、そういうことはないんだよ。エステシャンになりたいとか、そういうお店をやりたいとかっていうのはあんまりないんだけど、私の中のこだわりを着地させたいのはそこなんだよね。そう、その夢もやっぱりさ、80、90になってからさ、叶えてもどうしようもないわけでさ、ね、どうしようもなくはないけど、私はやっぱりね、50代のうちに美容系の学校を卒業したいんだよね。そう。だから、まあ、コツコツでも、自分のやりたいものに向かってるって感じ。そう。その中の中の、全部の私の夢の中の一番の最優先が今、ダイエットなわけや。そう。うん。ダイエット。で、ダイエットを支える食事と、そう、ダイエットを支える運動と、まあ、生活リズムをしっかり自分の体の中に、しっかりね、身に染みるように生活していきたいと思っててさ。まあ、それもね、そのダイエットが、今日は朝危機だったわけ。そう。まあ、ダイエットの危機というか、なかなかね、頑張ってるのが結果が出なくて、もう全然結果が出なかったことに対して、ガクンと落ち込んだことに、もうストレスを感じてて、もうストレスを発散するのに、もう、私のさ、今までのストレス発散法はさ、食べる、飲む、寝るしかなかったの。ここ数年のストレスの発散は。そう、となった時に、とりあえず食べようと。そう、食べたよ。でも、16時間ダイエットが終わってからね。終わってから。で、血糖値が急に上がらないように、いつも食べてるダイエットフード。私がいつも食べてるダイエットフードは、大豆の水煮と、蜂蜜とオリーブオイルと、ごま油と、オートミールと豆乳が入ってるやつなのね。そう、それがね、私の中ではさ、それが美味しくて、またそれ食べるとなんか体の調子いいんだわね。そう。で、それで、
それを食べてから、いつものさ、この間反省会に出てたドーナツを4個、150キロカロリーのドーナツを4個ペロッと食べて、それから、今日ね、帰ると、うちのさ、部屋、断水してるの。それでもう、断水してもうすぐ、なんだっけ、加熱してさ、食べられるようにもご飯つけてあったわけよ。そのご飯つけてあった、スープの中に、袋のカップラーメン、袋の麺を入れて、もう、ラーメンとラーメンも食べて、それで、もう、ストレス発散には喋りまくるしかないって感じで、外に出てきたのね。だから、ちょっと今日は早めに出て、喋りながら、最初の M キャスを撮ったの。まあ、その M キャスもさ、もうほんとストレス発散のグダグダでさ、これを人に聞かせるは、まあちょっと無理でしょ、みたいな感じになっちゃったからさ、まあ今、思いついて撮り直してるけど、うん。まあそんなわけでね、いつも、寄ってる、大きいスーパー。これね、多分、新潟県にしかないかな。魚六っていうスーパーなんだけどね。まあ、スーパーの前通って。で、前はね、この魚六に帰り寄って、スーパーの惣菜を買って、カップラーメン買って、そこのフードコートで食べて、お腹いっぱいになったら、お酒も買って、おつまみ買って、家帰って、お酒とおつまみを食べながら飲んで、酔っ払いながら、YouTube とか、Amazon プライム見て、寝るっていうのが、毎日だったの。それは太るよね。それは太るよ。まあね。だからさ、ちょうど1年ぐらい前は、多分124キロぐらいあったんだよね。そう。うん。それから考えると、1年でやっぱり、20キロ以上、折ってはいる。うん。まあ、写真撮っときゃよかったけどね。まあ、血が撮ってたのはさ、わずか2ヶ月ぐらい前の113キロぐらいからだから、114キロの時だったのかな。うん。114キロからだから、まあ、残ってるデータとしてはね、12キロぐらい体重折ってるんだけど、それはね、私がさ、標準体重の66キロに行くまでの、まだ過程だから、過程。そう。でもさっき帰りに、一緒に働いてるお姉さんたちに、ほんと痩せたよね。肌綺麗になったよねって言われて、もう肌綺麗になったよねって言われただけで、そう、ありがとう。でもこれダイエットじゃなくてスキンケアのおかげよ、みたいな。使ってなかったスキンケアしっかり使ってるだけよ、みたいな感じで、心で思いながら。思いながら、もう心はもうハッピーって感じで帰ってきたの。そう。うん。まあね。だから、まあ、このね、コンビニも、今日は寄らない。コンビニじゃなくて、魚六は今日は寄らない。寄らない。そう。てか、魚六は、火曜日と木曜日に安売りセールをしてるの。そう。で、火曜日と木曜日、どっちかが忘れたけど、火曜日だ。火曜日がね、私の大好きな、私ほんと大好きなんだけど、サバの水煮が大好きなの。そう。うん。うちの、ね、実家はね、サバの味噌煮が大好きなお父さんとお母さんだけど、サバの味噌煮はね、私あんま好きじゃなくてさ。そうそう。うちはサバの水煮が好きで、サバの水煮が、まあ、そんなに量入ってないんだけど、そう。量入ってないから、まあ、そんなぐらいなんと思うんだけど、90円で売ってるわけよ。そう。で、まあ、それを、いつも飲んでる、お味噌汁に入れて食べるのがさ、やっぱ最高に美味しくて、もうね、火曜日は、サバ缶を入れられる、私の、めちゃくちゃ嬉しい日なのよ。そう。まあね、サバ缶をさ、まあ、一週間分ぐらいまとめて買ってきてもいいと思うんだけどさ、私の性格上、あると食べちゃうからね。お腹空いたとか思うと、もういいとか言って、食べちゃうからね。だから、もう余計なものは買わない。買わないようにしてる。うん。そう。で、明日はサバ缶の日なんだけど、サバ缶以外にも、木曜日が70円均一かな。そう、ちょっとしたもの、わかめさんとか、お麩とかさ、うん。お味噌汁のお供になるようなものが、やっぱね、90円で売っててくれるからさ、そう、買ってくる。
でも前、そこにね、カップラーメンとかも90円で売ってるんだけど、前はね、オフとかじゃ分かんないじゃなくて、カップラーメンを買い込んで、そう、これで1週間カップラーメン、毎日食べても大丈夫みたいな感じで、買っていってたの。1週間分。そしてね、1週間分買ったのに、3日ぐらいなくなるんだよ。そう、2個ずつぐらい食べてさ。そんな生活だったよ。うん。だってさ、カップラーメン大好きなんだもん。そう。カップラーメンね、今ずいぶんさ、デトックスされてきて、まあ、いろんなところからいろんなもんが抜けていったからさ、カップラーメン、今食べたらどうかって言われたらね、やっぱしょっぱくてさ、そう、美味しいと思うけど、麺食べたらまたお湯を足すみたいな、そんな感じになってきて、そう、まあ、いずれカップラーメンの美味しさが感じなくなるんだろうな、なんて思いながら食べてる。そう。まあ、それでいいと思うんだけどね。でもね、やっぱり思い出があってさ、もうやっぱカップラーメンの味とか匂いを思い出すと、なんか食べたくなっちゃうんだよね。特にペヤング、ソース焼きそば。あれ、独特なさ、ペヤングの匂いするじゃん。あとね、チャルメラの袋麺も、もうね、ちっちゃい頃から慣れ親しんだ味で、そう、なんかね、ふっと、お腹減ったなとか思った時とか、頭によぎるのよ。でもさ、チャルメラの袋さ、前はね、ニッキッパとかで言ったけど、ここにね、ニッキッパとかで言ったけど、今、安いじゃない時買うとさ、400円以上な。と思うとさ、なんかね、あんまりチャルメラ買ったりしなくなっちゃったかな。たまに洋六で3キュッパーじゃなくて2キュッパーで売ってる時があってね、月1回だったかな、この時に買ったりもしてたの。それも、5個入りの袋のやつを、全部の味、味噌、塩、醤油、からなんとかのどんどんこのってのあるのよ、カレー薬、そう、と、豚骨そう、5個入りのやつを、5袋25食分。それもさ、なんだかんだ1週間ぐらいでなくなっちゃうわけよ。そう。一番食べた頃ね。うん。まあ、そんな、だから、まあね、まあ私にとってはさ、そこに無駄にかけたものを自分の体に必要なものに置き換えただけだから、そうそうそう。まあ、そんな無理してるわけじゃない、じゃない。ないけど、やっぱ、太るってさ、太るって暇になるってさ、おお、すごいなと思ってさ、暇になるって、やっぱりさ、お金かけてるんだよね、自分の体に。そう、それだけ、余計なもん一生懸命食べて、お金かけていって一生懸命食べて、太ってるわけだから、やっぱね、ダイエットするにも、いいものをしっかり食べて、ダイエットしなきゃいけないじゃん。そう。まあ、だからね、今は、逆ダイエット、逆ダイエット、逆肥満、いや、全然違うな。イメージだけは伝わってくれるかな。そう。まあ、自分の体に、いや、これは自分の私の体に必要なんだよっていうのを、まあ、自分の体にインプットしてる作業かな。その時にね、たまに私の心がさ、バグると、ラーメン食べちゃったりとか、ラーメン買っちゃったりとか、そう、ドーナツ買っちゃったりするんだけどね。そう、うん。まあ、そんなわけでね、今日もね、もうすぐ、家に着くので、まあ、そろっと、メタストも終わりに近づいていきますが、そう、まあ、ちょっとね、今日のやつを、まあ、編集して、明日発信してみて、明日も撮ってみて、まあ、しばらく1週間ぐらい続けてみて、まあ、続けられそうだったら、行くときは、そう、ダイエットウォーク、帰りは、メタストって感じで、ダブル収録してみたいと思います。うん。まあ、どうせ歩いてるからね。で、まあ、収録しないときは、本当に歩きながら写真撮ったりしてるんだけど、写真撮りながら歩いてるんだけど、なんかね、当たり前だけど、いつも同じ道を通るわけよ。そう。で、どんなにね、自分の心をフラットにして、何も考えずにシャッターを切ることだけに集中してても、やっぱね、飽きてくるの。
1ヶ月もね、同じことやってると、やっぱ飽きてきて、写った写真もね、やっぱそうだよね、みたいな。そう、新鮮味がなくなってくる。そうするとね、やっぱ、写真の作業がめんどくさくなってきちゃうのよ。だから、写真の作業とは別に、帰りの時間をどうやって潰そうかって思ったのよ。そう。いつもはね、帰ったらどうしようとか、何食べようとか、いろんなことを妄想しながら、歩いてたんだけど、うん。まあ、それだけだと、それもすごく重要だけどさ、なんかもったいない気がしてきてさ、時間がもったいない気がしてきて、もっとね、楽しい使い方がないかなと思って、今日は、Mキャストをちょうどその時間に収録してみました。あとね、自分の住んでる12階建てのね、マンションまで、マンション、私ね、マンションとアパートの違いがよくわかんないんだけど、まあ集合住宅だよね。そうそう。私の部屋ね、6畳ない、多分4畳半だと思うんだかな。4畳半はあるのかな ?6 畳あるのかな ?6 畳か4畳半ぐらいの、まあ、中間ぐらいのさ、部屋と、まあほんと1畳ちょっとの通路と、あとお風呂とトイレの、一緒になってる、ユニットバスと、キッチンがついてるだけの、ほんとちっちゃいところなんだけど、もともとね、女性専用のところで、中はね、まだね、結構綺麗よ。そう。もう古いけどね。で、値段もね、すごい安い。ここら辺で多分一番安いんじゃないかな。そう。うん。まあね、まあそこで、私は9階に住んでて、私ね、多分人生の中で9階が今一番高いところじゃないかな。だから、地震なんか来ると、揺れる。そう。震度3なんか来ると、寝ててもね、え?って、大丈夫かなと思うぐらい揺れる。そう。だから、下がね、震度1とか2でも、9階まで行くと、結構、あらららららら、来ましたね、地震今日、みたいな感じになるかな。まあね。まあ、みんな日本人、これ日本語で喋ってるから、まあ聞いてる人は全部日本人だと思うんだけど、そう。日本人だと思うんだけど、まあね、震度1、2が、地震が来たと思っても、そこでまあ、あまり震えてさ、家から飛び出る人は、まあ日本人にはあまりないよね。そう。うん。まあそんなわけで、私も、今日部屋に帰って、さっきね、スープとか、具とか、そのままほとんど手伝ってなくて、麺だけ食べただけだったから、のスープを温めて、ご飯食べて、この今撮ったやつを、ちょっと明日用に編集し、まあ、やりたいことがあり、今日こそ、2時にはお風呂入って、今日こそ、5時には布団に入って、今日こそ、7時間半寝ようと。眠れるかな?たばかのアイマスクをして寝ようと思ってます。そんなわけで、ちょうど、マンションね、エクセルビルの前に来たので、これで終わりにします。皆さん、また明日。バイバイ。